どうもどうも。よし、じゃあ始めましょうか。こんばんは。どうも。こんばんは。こんばんは。こんばんは。どうも。ありがとうございます。今夜はみんななみんなアイドルというイベントにございます。今日はこんなにたくさんおいでいただきましてどうもありがとうございます。これいいな、はい、私、デリバリーしなこと言います。かわいい。でかい、声が出た。はい、そうですね、私、やらせてもらって、で、大阪から中村コニーちゃんが来てきます。で、その後中村コニーちゃんで、その後、鳥取のハニージェルさん、はい、サントちゃんの開幕がよくわかんないけど、そして最後に、なんだっけ、みなちゃんが、はい、来ますんで、はい、楽しみに、だいたい2時間ぐらいかけてやりますので、そうなんです、30分ずつやるので、まあ、合間合間で休憩してもらいながら、はい、バスなくなる1時だけ、まあ、9時ぐらいには終わりますので、よろしくお願いします。はい。ありがとう。品物食べてきた。ありがとう。はい。そうか。いやね、思春期でないからこそ歌う歌があります。じゃあデリバリーしなこ、あ、くっついてました。デリバリーしなこでね、もう一度立ち上がれるはずっていうね。タイトル言ったらちょっと今ウケるところなんですけどね。まあまあ、ですけど、はい、じゃあ静寂いいですよね。じゃあ、もう一度立ち上がれるはずね。はい、じゃあ、はい、はい、いいですね。いや、緊張するわ。じゃあ行きまーす。ワンツーワンツー、生歌でね。
わ。自分の力で立てるわ。未来に対する淡い期待でもいいから、それを力に変えるしかないわ。あなたが呼ぶから私この部屋に来たわ。あなたの匂いの染み込むこの部屋に来たわ。もう一度立ち上がれるはずっていうことでね、CD 欲しくなった？絶対買う！絶対買う！ね、CD はね、ないの、あのね、そう、私の本体のね、部分であるの、私あのマグナムヒロキっていう人の中から出てきた女性キャラなのね。ややこしいけど、だから普段はマグナムヒロキなんですけど、あのやっぱマグナムさんの中にも女の部分があってね。それであのこういう形でやらせてもらってるんですけど、普段はねあのサオシャブールっていうね、まあデリバリーやめろそれはやめろ。サオシャブールあのバンドをやってますロック的なね、かっこいいんですよ。ね、あ、熱いっすね。ありがとうございます。サウンド熱いっすね。あね、こういうね、こういう10曲入り1000円の CD がね入ってます。ね、キーボードは万国サイっていう人ですね。はい、ほんとね、ほんとにね、ということで、でもね、やっぱ私の中のね、女性の部分せっかくなんで今日はもっと出していきたいかなと思ってます。ということでね、最近作ったねあの曲あるんです。横顔っていうやつをね、やりたいと思いますよ。前回はギターなかったんですよ。前回もやったんですけど、それをですね、ちょっと今日はギターもうちょっとやってみようかなと思いましてね、最初はあのギターなしにして、さ、後半部分ギターありでしょって言ってます。ちょうどねこのお父さんの横の席が空いてたんで、ごめんなさいね。はい、行きますよ。何かをしようとしてるあなたの横顔がだ、ちょっとわからなかった。もう一回する、ね、何かをそうそうしようとしてるあなたの横顔が大好き。そっちを向いてた方が素敵なんだから、こっちなんて一生向かなくたっていいわ。何かをしようとしてるあなたの横顔が大好きなの、横顔が
ちを向いてた方が素敵なんだから、こっちなんて一生向かなくたって。いいわ、切ない。聞こえた、本当に切ないわ。流れよくこんな切ない歌詞書くなと思ってね。一生こっち向かなくたって言ってね、ちょっとたまには向いてよってありますけど、これ揚げマン的思想っていうのを、ね、私があの推奨してるね、女性に勧めてる揚げマン的思想っていうのね、まあよかったら採用していただいたらと。何コマーシャルソング、いや、あのこうね、思考にね、とがめていただいたらね、いいんじゃないかなと思ってますよ。もう時間何になっちゃうかなってね、まあ、みたいな感じで、まあ、まだ全然足りてるね、全然大丈夫、尺足りてるわ、本当に尺が、本当にじゃあねごめんなさいね、拭き掃除の歌をじゃあ、ね、拭き掃除の歌をね、拭き掃除が好きなんで、今大掃除の時期ですよね。大掃除で、あんまり掃除しないんですけど、その中でやっぱ拭き掃除する時の気持ちよさないなと思ってですね、セルタンしました。で、あと私 の, その本体であるね、マグナムさんがあの娘が2人いるんですけど、なかなかね、娘に会うことができないんですよ。この間会ってきたらしいんですけど、あの1年に1回ぐらいしか会うことができなくって、でその娘さんの写真がテレビの前にあの飾ってあるんですよ。でその写真立ての下をあの拭き掃除するときにちょっと手が止まると、そういう現象が起きますんで、そうなったらのしなこ頑張ってしなこ頑張ってってちょっとね、はい、あの言ってやってください。そしたらあの多分頑張ってあのその歌のスリップをね歌えると思いますんで、はい、じゃあ拭き掃除の歌ね、これに合わせてよかったら大掃除もねあのしていただいたらいいんじゃないかなと思いますね。はい、掃除機じゃ取れない汚れを拭き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 掃除、拭き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 掃除、ああこんなにも汚れが溜まってたんだね。テレビの上、冷蔵庫の下、レンジの上、写真立ての下、まだ大丈夫みたい。掃除機じゃ取れない汚れを拭き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 掃除、拭き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 掃除、ああこんなにも汚れが溜まってたんだね。テレビの上、冷蔵庫の下、レンジの上、写真立てのThank you.
写真立てのそしてみんな気が狂ったっていうのが来たあっそ来たよグッと言ってからグッと言ってからグッと言ってからそうですねやってちょっと早いけどね、まあ、終わりにしたいと思います。またね休憩したり注文ねタイムに使ってください。はい、じゃあ行きます。そしてみんな気が狂った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 Minna kiga kuruta, minna kiga kuruta, minna kiga kuruta, minna kiga kuruta.
ちゃんだよ。はい、ありがとうございました。癒してほしい。